はい、皆さんこんにちは、リガミックスです。第3次スーパーロボット対戦 Z 煉獄編、では第3話やっていきたいと思いますので、次のマップへ行きましょう。どうしたブルー、節子が私たちと来るか不安なのか。はい、恐れることは何もない、彼女はきっと来る。しかし彼女は隊長のやり方に不満があるように見えました。それに彼女はこのエリアのレジスタンスグループの中核戦力ですし、局地的な小競り合いを繰り返しても最終的な勝利にたどり着くことはできない。それは彼女も理解しているだろう。そして何より私と彼女は同じ道を歩む運命なのだ。はあ、ほら見るがいい。待っていたよ節子、よく来てくれた。あなたたちに同行させていただきます。よろしくお願いします。アドベントさん、ブルーさん、私のことはアドベントと呼んでくれて結構だ。では出発の準備をしよう。ブルー、君はここで彼女と待機していてくれ。節子さん、レジスタンスの方はよろしいのですか。あ、はい、サイデリアルはあの町を制圧した以上こちらを追撃してくることはないでしょうから。このエリアを統率するギルターという男は気まぐれですが、まずは全体の戦略を優先するはずです。全体の戦略とは。レイラインを確保することが彼らの最優先戦略だと私たちは推測しています。レイライン、そういえばブルーさんたちは次元の壁を越えてきたとおっしゃってましたね。レイラインとはあの町の近くを通っていた光の道のことですなんかちょっとなまっちゃった。こちらに来てから何度か見かけることがありましたが、あれは何なんです。詳しいことは分かっていませんが、何かしらのエネルギー流通ラインのようです。あの光に電池を当てると電池充電されることが確認されています。あ、電池って普通の電池ね。それを地球に張り巡らせることがサイデリアルの狙いなのか。レイラインはサイデリアルの拠点間を結ぶように張られています。そして彼らはレイライン周辺のレジスタンスを優先的に排除しているようです。ではあれをたどっていけばサイデリアルの拠点に着くのですね。はい、もちろんそう簡単にはいかないでしょうけど、ですが隊長はその困難を成し遂げるためにあなたを誘ったのだと思います。よろしくお願いします節子さん。こちらこそブルーさん、継承は不要です。このブルーという名は単なるコードネームですから。そうなんですか。はい、我々の属する組織であるクロノの構成員は様々であり、その素性はお互いに詮索しないことになっています。ではアドベントも、本名や経歴は部下である私も聞いていません。不安はあるでしょうが。いえ大丈夫です。昨日の一件は驚きましたけど、あの人の言葉は信じられると思っています。そうですか。はい、我々は隊長の強い意志に導かれて今日まで戦ってきました。節子さんにもいずれ隊長からクロノの戦いについて説明されると思います。わかりました。それで私たちの目的地は。すでに隊長は目星をつけているようです。アドベント、なんだろうこの懐かしい感じ。私は彼のことを知っているんだろうか。てかブルーがさっぱりわからんレジスタンスグループキャンプ。くそ、このままでは俺たちのグループは壊滅だ。向こうとはどえらい戦力が違うんだ。土台戦力が違うんだ。最初から結果は見えていたよ。だが最後までやるぞ。こうなったら地球人の意地を奴らに見せてやる。そう焦りなさんな。こんな修理も不完全なズタボロのマシンじゃ死にに行くようなもんだ。そんなことは分かっている。だが度重なる戦闘でメカニックはみんなやられてしまったんだ。心配しなさんな。わしがつてをたどってこの状況をひっくり返す助っ人を呼んどいた。それって凄腕の傭兵とか。凄腕には凄腕だが修理屋だ。こんな荒野のど真ん中に修理屋が来てくれるものか。サイデリアルが来るか。どうやらじいさんの切り札は間に合わなかったみたいね。やれやれ、さすがのヤスさんも残骸を修理するのは無理だろうな。やるしかない。地球人の最後の意地を見せるぞ。駆け抜ける獅子。
お、また指揮官機っぽいのがいますね。くそ、これ見よがしに地球製の兵器を使って。もしかしてこっちをわざとムカつかせているの？ふっ、私の作戦意図に気づいたか。またギルザか。なんなのあいつ、声を聞いただけでいけすかなさが伝わってくるけど。死にゆく貴様たちに名乗ってやろう。私の名はギルター・ベローネ。この大陸の抵抗勢力総統部隊の指揮官に就任した男だ。では挨拶代わりに貴様たちの奏奏曲を奏でよう。戦力差は圧倒的か。諦めるんじゃない。持ちこたえれば修理が来るかもしれん。こんな状況で希望を持てなんてのが無理な話だよ。その通りだ。第一部隊前に出ろ。とどめを刺す気か。大丈夫だ、間に合ったみたいだぞ。おマットさん、なんだあんたは。おいおい、俺を呼んだのはそっちだろ。じゃああんたが。そう、誠実な対応と従業員のスマイルが売りのさすらいの修理屋ビーターサービス、ザ・ヒートことランド・トラビスとは俺のことだ。暑苦しい。たった一機の増援とは哀れだな。やつもまとめて片付けろ。うわ、そうはさせるかっての。なにー、タクヨ、修理するのは俺なんだ。余計な手間を増やすんじゃねえよ。何が修理屋だ、お前がやってるのは破壊ではないか。あ、ナイス。何がザ・ヒードだ、貴様などザ・クラッシャーがお似合いだ。てめえ、なんだあの迫力は。ザ・ヒートさんや、わしたちはちょっとダメージを受けすぎた。ここは任せてもいいか。おう、じいさん、先に行っててくれや。俺は野暮用を片付けてからにする。野暮用って、まさかあんた一人で。いいからいいから、わしらは邪魔をせんように退散しよう。ああ。ビーターサービスのランド・トラビスにザ・クラッシャーは禁句。運がなかったな、ギルターさんとやら。愚か者め、自己犠牲の精神で仲間を逃がしたか。自己犠牲だ、そんなもんじゃねえよ。俺は俺を怒らせたやつに落とし前をつけるだけだ。えい、ならば私は貴様に無力さを思い知らせてやる。覚悟するがいい、ザ・クラッシャー。な、お前は俺を二度怒らせた。もう止まらねえからな。ここにはメールもいねえ。今日はとことんやらせてもらうぜ。シャウラスの撃退または撃墜。5000以下で撤退か。ってことは1回で5000以上のダメージを与えないといけないと。こいつもしょっぽい機体だな。ランボルト・レオンってなんだよ。SP 回復持ってる。こいつ SP 回復なんて持ってたっけ。とりあえず突っ込ませて大丈夫かな。下の方から行くか。これエネルギー30使うな。まあいいや、ちょっと使ってみましょう。どうにも血の気の多さは抜けねえな。まあそいつがザ・ヒートの生き様ってもんだ。待ってろよメール、お前と親方を迎えに行くまで俺は絶対に死なねえぞ。ザ・ヒートは盾じゃねえんだよ、突撃だ。やるぜランボルトレオン。なんかあれ首じゃん、よく見たら。射程は短そうだかんな、この機体。やっぱり無理か。おー、めっちゃ来るな。てかあいつも来るな。もう一旦しのがないとダメか。なんか死んだら嫌だからちょっとセーブしよう。
よーし、一応ちょっと上に行きますか。これ全部エネルギー使うな、ミサイル以外に。反撃はできるか。200か、結構食らわないな。じゃあこれはガンガンいきましょう。サク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 、テッカースパナ、ランドモジュール。えい、なんという暑苦しい男だ。お前に言われるまでもね、それがザ・ヒートの生き方よ。黙れザ・クラッシャー、貴様は。なあ、何これ読めない。なんとかぶっといて、とんだ間抜け野郎だぜ。ここまで俺を怒らすとはな。現実を見ろ。いくら貴様とてこれだけの数を相手にしては、果たしてそうかな。その機体、節子、小原とこの前の邪魔者どもか。ギルタ、なぜあなたがここに。もう私は一エリアの部隊長ではない。この大陸の抵抗勢力総統部隊の指揮官だ。どうやらレイライン確保の功績で昇進したようだな。あんな人が全軍の指揮官になるなんて。節子、そっちの青いのに乗ってるのは節子なのか。その声はランドさん。ガンレオンとメールさんはどうしたんです。はぐれちまった。あ、作る。どうしました節子さん。すいません、そのランドさんの暑さでめまいが。なるほど、あの暑苦しさ、さすがは傷だらけのシシコとザ・ヒートだな。あんた、俺とガンレオンのことを知ってるのか。話は後にしよう。まずはあの男の相手をしなければならない。 OK だ、とっとと片付けて俺も仕事に戻らなきゃならねえ。とっととだと。貴様、私のことを。うるせえ、俺はビーター・サービス、修理の依頼を受けてここに来たんだ。節子、手を貸してくれ。仕事の邪魔をするやつはとっととスクラップにする。はい。ふん、さすがだよ、傷だらけの獅子。とりあえずずっとこいつで反撃していけば大丈夫でしょう。狙われた、ガードしとこう。これはレジスタンスどもを血祭りにあげる前に、まずは私に歯向かった貴様の。おし、大将首を取れば戦いは終わる。行くぞ。人の話を聞け、ザ・クラ。うるせえ、俺は悪口を黙って聞いてるほど暇じゃねえんだよ。いくつか、1200か、そこそこだな。あとはちょっと、こいつらで。援護攻撃をかけないと5000は当たらないかな。ちょっとこっちに行く、こっちに。これでいっか。ちょっと残ったな。あれ、こいつはまだ減ってないか。節子狙いですね。4000か、そうすると当てられるのは。うわなんか言ってたけど、嬉しいぞ節子、レジスタンス狩りをすればみたいなこと言ってたね。怒りで声も出ないか。その気丈に振る舞う姿が私を戦いに駆り立てる。あなたのような卑劣な人間を私は軽蔑します。立場をわきまえるのだな。私は貴様の捕獲命令も受けているが、無傷でとは言われていない。私は負けません。サイデリアルの支配にも、あなたのような人間にも。かわした。攻撃力の高いのでいきたいから、こっちは。オール武器って
援護に入るだっけ、確か入れなかったような気もするんだよな。これは3600、3600、4100、これが圧倒的に強いな。で囲みつつ、ちょっともう一回セーブ。もうスパロボはセーブは必須ですからね、こうダメージ調整するのに。とりあえずこのスクランブルエッジを一発打っとくか。2700、死にそうだ。オッケー、あいつ遠いやつ狙っとこう。防御して、こいつも防御して、少しでもダメージの底上げはしておきましょう。こいつを倒して、よし、一応セーブをしとこう。これで絶対倒せない状況ってなったらもう罪ですけどね。その場合は SR ポイントは諦める。支柱かけとこうっと、直感かけとこうっと、よーし、いくぜ。これで倒せるか。叩いて直すやり方もあるってことだ。突撃だ、やるぜガンボルトレオン。1176、あと1100は当たるな多分。覚悟するがいい、ザ・クラッシャー。逃げ惑え抵抗しよう。この機体の見る限りあんまり強そうじゃないけどな。私に捧げろ。いいぜ、俺もだんだん燃えてきた。ランドが作ってくれた隙を突く。ヘビの牙へ、やつを逃がすな。このギルト・ベローネがこんなところで。えい、今日はレジスタンスドームに挨拶に来ただけだ、帰るぞ。待ちやがれ、まだ殴り足りねえ。黙れザ・クラッシャー、貴様のような男に付き合う気はない。待てよこの野郎、もう一発投げる理由ができた。なるほど、そういうところが君の悪名を響かせている理由か。うと、とにかく無事でよかったですランドさん。そいつはお互い様だ節子。どうやらお前さんもバルコラとはぐれちまったみたいだな。はい、お互いに情報交換と行こうや。そっちの兄さんにも礼を言いたいしな。意外に礼儀正しい。ブルー、人を見かけだけで判断してはダメだ。は、はい。あ、アドベント、ランドさんに失礼です。いいって言って、節子。今日は助けてもらった恩もあるしな。そのおおらかさ、まさに君は傷だらけの死に相応しい男だ。なるほどね。あんたも例のスフィアの関係者か。申し訳ないが話せることは限られている。いいさ、人にはそれぞれ事情ってもんがある。ランド・トラビス、君も我々の旅に。いいぜ。え？あのサイデリアルとかいう連中は気に入らねえし、やつらとの戦いながらリアクターを探すっていうあんたの旅は俺にとっても悪い話じゃねえ。そんな簡単に決めていいんですか？まだ我々の素性も明かしてないのに。俺は自分の直感を信じて生きてきた。そいつが行けと言っている。それに節子が一緒にいるってなら
あんたらの身元もそれなりに信頼できる。加えて君は傷だらけの獅子を持つガンレオンを探している。正確にはガンレオンと一緒にいるだろうメールをだけどな。やっぱりメールさんとガンレオンとは別々に飛ばされたんですね。ああ、気がついたら一人で荒野で寝てた。とりあえずオンボロのランボルトを手に入れ、修理屋をやりながらメールを探してたんだ。苦労しているようだね。だが節子と俺を連続で見つけるっていうありえない引きを持っているあんたならきっとメールとガンレオンも見つけてくれるだろうさ。なんだ意外に読めない名なんとかな頭脳の持ち主だな。ブルー、人を見かけだけで判断してはダメだと言ったはずだぞ。はい。気にしなさんな。今日から俺たちは旅の仲間だからな。よろしく頼むぜアドベント。ブルー、暑苦しい。うん、その感想は見た目通りでいい。ではランド、これからの旅を祝して乾杯といこう。冷えたビールを用意してある。こいつビール飲むの？今何か地鳴りのような音が。すまねえなアドベント、そのビールをさらに美味しくするためにも俺にはやらなきゃならねえことがある。それは？レジスタンスの連中に機体を修理しなきゃならん。そのために俺はここに呼ばれたんだからな。んじゃちょいと行ってくるぜ。労働の後の一杯を励みにな。欲望を封じ込め自らの責務を果たす男、君はナイスガイだランド。ランドさんもアドベントに何かを感じている。彼もスペアリアクターなのだとしたら、リアクターを集める目的は。というところで、第3話駆け抜ける獅子が終了ですね。まあランドも加わって、例によって機体はよくわかんないやつですけれども、とりあえず主人公系は結構揃ってきた感じですね。まあ1話に1人仲間になっていく感じなんで、あとは機体がいつ揃うかっていうところで、とりあえず第3話これで終了したいと思います。